おむすびコロリン。むかしむかしのお話です。はい、おじいさんの大好きなおむすびですよ。おばあさん、ありがとう。行ってきます。きこりのおじいさんは山へ出かけました。そろそろお昼にしようかな。おむすびを食べようとしたとき、コロコロコロリン。おむすびは地面を転がり穴に落ちてしまいました。すると、おむすびコロリンすっとんとん。穴からかわいい声が聞こえてきました。おじいさんは面白くなってもう一つおにぎりを入れてみました。おむすびコロリンすっとんとん、もう一つコロリンすっとんとん。誰が歌っているのかな。おじいさんは穴を覗いてみました。その時です。足を滑らせ穴の中に落ちてしまいました。長い長いトンネルを通り、ぐねぐねした滑り台を落ちると、そこにはキラキラまぶしい金色の世界が広がっていました。おむすびコロリンすっとんとん、おじいさんコロリンすっとんとん。かわいらしい声の持ち主はネズミたちでした。ここはネズミの王国だったのです。おじいさん、おいしいおむすびをありがとう。お礼に今度は僕らがおもてなしします。おじいさんはたっぷりごちそうを食べ、お土産に内出の小槌をもらいました。家に帰るとおばあさんにネズミの話をしました。内出の小槌を振ると何でも好きなものが出てくるらしい。まあ、それなら私は赤ちゃんが欲しいわ。おじいさんが内出の小槌を振ると、おんにゃー、玉のように可愛らしい赤ちゃんが生まれました。みんなで仲良く暮らそう。たくさんおむすびを作りましょうね。3人の家にはいつまでも笑い声が響いていました。おむすびコロリン。むかしむかしのお話です。はい、おじいさんの大好きなおむすびですよ。おばあさん、ありがとう。行ってきます。きこりのおじいさんは山へ出かけました。そろそろお昼にしようかな。おむすびを食べようとしたとき、コロコロコロリン。おむすびは地面を転がり穴に落ちてしまいました。すると、おむすびコロリンすっとんとん。穴からかわいい声が聞こえてきました。おじいさんは面白くなってもう一つおにぎりを入れてみました。おむすびコロリンすっとんとん、もう一つコロリンすっとんとん。誰が歌っているのかな。おじいさんは穴を覗いてみました。その時です。足を滑らせ穴の中に落ちてしまいました。長い長いトンネルを通り、ぐねぐねした滑り台を落ちると、そこにはキラキラまぶしい金色の世界が広がっていました。おむすびコロリンすっとんとん、おじいさん
コロリンスタンタン。可愛らしい声の持ち主はネズミたちでした。ここはネズミの王国だったのです。